お尋常太鼓の発祥の地です。この上が寺で、あそこへ神輿があるんですけども、この階段ちゃいますよ、この向こう側を回って神輿は祭りの時に降りてくるということです。こう舞台があったんですけども、もうありません。で、これえらい土砂崩れになってますけども、こう中は切り子が入ってるというふうに釘打ってありますが、ここ書いてますよね、東壁画御神上太鼓ということでですね、これが入ってる。だからこれ建物自体はまあ大丈夫なんでしょうけども、こっち側ですよ、このお家見えてますよね、あれがですね、改築をされた、そんなに日が経ってないということなんですけども、そこがですね、土砂崩れと火事があって3名の方がこちら亡くなってですね、でこの中をですね、警察犬なんかを使って、お一人の方、未だに行方不明でどこへ行かれたかわからない、多分この中に埋まってはるんじゃないかというふうに言われてますけども、そこでですね、探されたんですけども、結局何十人数十人でですね、ずっと探してたけども結局見つからないということに今のところになってます。で、探してたのは石川県警ではなくてですね、全国から警察官来てるということなんですけど、大阪府警がここを担当して探してくれたということで、この近隣の方も大阪府警に対してありがとうというふうに言われておりました。これこんだけの土砂ですからね、重機を持ってくりゃ、しばらくすれば抜くんでしょうけども、なかなかね、難しいですよ。改築したてやのに、ね、奥かな、改築したてなのはね、せっかく改築したのにということですね。で、これも、この防波堤がこう倒れてますけども、こう不思議なのは、こっち側は隆起してるのに、こっちの道路側は隆起しないんですよね。海抜4メーターということになってますけども。で、この、これ和歌山県から来てはりますよね、県の職員の方でしょうね。こっち側でテトラがあるの、ここよう分かるでしょ。これテトラまでですね、波来てるんです、満潮の時は。で、もうちょっと荒れればですね、この道路側にこの低い堤防を越えて水がかかると、海の水がこう波がかかるというようなところやったんですけども、今となればそんなことになりようがないということになってます。で、これ御神上太鼓の碑がそこにあるんですけども、ここへですね、下ろしてきた神輿を船で乗して、でそこへ、そこ鳥居やったんです、鳥居の方へ持っていくというような奉納をしてた。この鳥居もですね、向こう向いてるでしょ、海の向こうの方へ向いてますけども、50キロぐらい先に七つ島というとこがありましてですね、これ見えへんです、今見えないですけど、うっすら私肉眼では島っぽい形は見えてるんですけどもね、それ7つ島があって、そちらのところにですね、神社があって、そちらへ向かっての参道だということになっております。で、こっち側を御神上太鼓のね、この上の神社も同じで崩れてますから、中の神輿も崩れてるだろうというふうに見えますよね。で、ここは名船です。これ馴染み地区の名船で、これですね、御神上太鼓ということで、で、どこの島っていうのもうここは書いてないですよね。はい、七つ島は七つ島って書いてあるんですね。七つ島に上陸禁止やということなんですけども、ダイビングでたくさん魚が見えるということですね。あ、そうか、船倉島や、そうそうそう、この船倉島ね、ここですね、この船倉島っていうとこへ、ここにあるかな、これ船倉島に奥津姫神社というものがあってですね、ここへ向かってで、みんなお参りをしていると、これがこれですよ、これね。で、これ参道やからということにしてます。その50キロもこんな船でね、行かれへんので、で、ここへ奉納するというような形になってますけども、今こんな形になってますよね。夜叉の面をかぶってということです。で、
やっぱり太鼓の木がありましてですね、はい、これ太鼓の火になってます。でですね、こっち側が漁港なんですよ。こっちの漁港を見たらこの隆起してるのようわかるでしょ。あのテトラ見てもわかるんちゃうかな。テトラのとこ見てください。あれ白になってるでしょ。あそこもずっと水がかかってたってことですよ。で、あの鳥居のところですね、丸いところがあるでしょ、基礎みたいなところね。あの基礎みたいなところは見えなかったというずっとね。それが今見えないどころがですね、その下の基礎のですね、基礎のブロックのところまで今見えてますよね。で、名船港なんですけども、ここ見たらよう分かりますわ。これが上がってる感じがね、もう船ももちろんこんなことになってませんよ。で、こう使ってたところですからね。だからこそ、その使って船が使ってるという想定のもとにですね、この漁港作ってますから。あの向こうの上がってるのはわざと上げてるんだけど、この船なんかもう完全に使ってたやつですからね。で、向こうが見にくいかもわかんない。これ見てもらったら分かりますように、ここが海岸線なんですよね。下カキみたいなやつで養蚕するでしょ、貝が。完全にこんなとこはですね、これ水使ってたわけですよ。ところが今喫水線がですね、あの緑色になって、こコケみたいなのが出てますけども、4ヶ月ぐらい経ってるんで、まあ、コケになって、どこが喫水線が分かるようになってますけども、あの辺になってるんですよね。だから数メーター下がってるというようなことになってますよね。下がってるというか、下が上がってるんですよね。